それでは最近流行ってるプライマー設計問題を見ていきましょう。このような配列を PCR で増幅させたいとします。適切なプライマーは1番と2番のどちらでしょうかこういうプライマー設計問題は問題を解くためのステップがあるから一緒にそのステップを見ていこう。このような問題ではまず省略されているもう一方の鎖、ね、もう一方の DNA 差を自分で描きます。 こんな風に描けました。大抵問題文には DNA の2本差の一方の鎖しか描かれないことが多いです。こんな風に自分で5ダッシュ、3ダッシュをちゃんと逆にして、ね、方向性を逆にして、ね、そして、ね、延期が相互的になるように自分で省略されているもう一方の鎖を描きます。そこに自分でプライマーを設置してみます。ちゃんと それぞれねそれぞれぞのプライマーがくっつく鎖と方向性が逆になっていること、ね、方向性が逆になっていること、そしてちゃんと増幅したい領域を挟み込むように設置することがポイントです。これはダメな例です。これはダメな例。え、なんでちゃんと方向性が5ダッシュ、3ダッシュ、逆に書いてあるよ。ねちゃんと5ダッシュ、3ダッシュ、逆に書いたよって思うかもしれないけど、でも見て。 これ、プライマーの先端が5脱始末端になってる。ね。ヌクレオチド差は5脱始末端方向には実は伸長できないんだ。ね。5脱始末端方向には実は伸長できない。だから、これはダメな図です。これもダメな例です。これもダメな例です。なんでかっていうと、鎖の方向性が逆向きになっていないからです。ね。だから、 こんな図も×です。これも間違った図です。これも間違った図です。ね、3ダッシュ方向にね、これプライマーが伸びて、ねプラ、3ダッシュ方向に、ね、3ダッシュ方向にプライマーが伸長して、ね、それでどうすんの、ね、増やしたい領域はここなんだから、ね、そっち方向にね、外側にプライマーが伸びてどうするんですか、ね、ちゃんと増やしたい、ね、増幅させたい配列を挟み込むようにプライマーが 設置されていないね、こんな図もバツです。こちらが正しく設置されたプライマーです。一緒に確認しよう。ちゃんと 5-3- 逆向きになってるね。ちゃんと 5-3- 逆向きになってるね。で、これから 3- 末端を伸ばしていくわけだけど、ね、ちゃんと増幅したい領域をね、挟み込むようにね、ちゃんと増幅したい領域を挟み込むように設置されているね。 さあ答えようと思っても、これ困ってしまう。あれ ?1 番か2番が答えのはずなのに、なんか同じ配列がね、同じ配列が一見、ね、あれ ?GCCG はここにあるけど、AGGC な,なんか違うじゃんってちょっと思いがち。ね、最後にワンステップ、最後のワンステップがあります。これよーく見ると、5ダッシュから3ダッシュ、ね、5ダッシュから3ダッシュ。選択肢は5ダッシュ側を左に。 3ダッシュ側を右に書いてる。だから、ちゃんと読むときは、AGGC、5ダッシュから3ダッシュに向かって、AGGC。同じように、5ダッシュから3ダッシュに向かって、AGGC。ね、実はこれ、同じ配列を意味していたんだね。正解は1番になるわけです。正解は1番になるわけです。 では、プライマー設計問題のポイントです。まずは省略されている鎖もちゃんと自分で書く、ね、DNA を2本とも書く、大抵、ね、問題文に、えっと、遺伝子が示されている場合はセンスさしか、ね、問題用紙に描かれていないことが多いから、自分で DNA を2本とも書く、ポイント2つ目はプライマーを 3-5- の方向性、ね、そして 3- 末端が伸長することに注意して描く、ね、ちゃんと元の DNA と、ね、逆向きに、ね、設置されているか。ね 3ダッシュ末端が慎重したら、ちゃんと増幅したい領域を挟み込むように、新しい鎖が作られていくかに注意して、ね、プライマーを自分で描く。ポイント3つ目、最後の最後、答え方に注意する。3出し五ュ、5出しの方向を最後にね、逆に答えちゃったら、バツになっちゃうから、3出し五ュ、5どっち向きからどっち向きにね、どっち側からどっち側へ配列を書けばいいのか、配列を読めばいいのか、最後の最後、答え方に注意する。ね 以上、プライマー設計問題のポイントです。すごく難しい発展問題でしたけど、難関大目指す方は復習してみてください。